NHK をぶっ壊すということで、令和4年の2020年5月12日19時58分であります。ちょっと手短に、NHK 党の所属の市議会議員が、離党することになりました。愛知県の春日井市議会議員、末永圭、議員ですが、先ほど本人から電話がありまして、前向きな離党です。春日井市長選挙に立候補すると。で、まあ、彼がうちの党に来てくれた時の勢いみたいなのが、やっぱり NHK 党なくなっているっていうのもあって、まあ、しかも市長選っていうのはあまり政党の色がない方がいいでしょうと。まあ、まあ本人はどう判断したか分かりませんが、まあ、いずれにしても、円満に離党するということで決定をいたしましたので、ホームページから削除の上ですね、まあ、特段 NHK 党が、末永圭、さんを応援もすることもないし、別に批判することもないです。彼の市長選に対しての、立候補については僕個人としてはすごく応援していますし、で今後、まあ、このような形でやっぱり、党を離れていくということでありますので、まあ、NHK 党に戻ってくるということはよっぽどのことがない限りないと思います。ただ何度も言いますが、円満に、離党ということで、27人いる今市議会議員が、まあ、今日をもってですね、26名にちょっと減ってしまいます。で、あと彼には選挙の時にね、300万円の供託金も出してもらってるんですが、まあ、それを3年間それぞれ300万円という形で活動費として使ってもらってもいいですよって約束してたんですが、末永圭さんもやっぱり NHK 党を出ると、まあ、離党するということなので、まだね、数百万円使える権利っていうのは持ってるんですけども、まあ、それも放棄すると言っていただきましたので、本当に、末永圭さんありがとうございました。お世話になりました。市長選、そして今後の政治家としての、また人としての活動に期待しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をぶっ壊す。